武器さんですかね。2017年かな、2017年にあの、はい、暴動区っていうなんか、はい、あのライブが確かあったんですよ。その異端芸者時代の曲をやるっていう、あそのライブ DVD を見たんですよ、家で。うますぎるやろ、すごいなと思ったのは、結構るきさんって声かなり変わってるじゃないですか、はい、その初期の方と比べたら。めっちゃ違いますね。初期はちょっと高いんですよね、声が。はいはい。で今はもう真極太の低音ボイスになったんですよ。確かに。でも音域は広がってるっていう。びっくりしたのが、あのザクロ型の憂鬱がもう全然違くて。もう特にそうですね、ザクロと別れ道に関してはあの今と昔で全然違いますね。未成年あなたのためのこの命とかも全部そうなんですけど、なんかグレードアップ版みたいな。いやほんとそうですよね、感じで。シングルカットしたら買いたいレベル。いやリレコーディングってことで、まあ、どっかのタイミングでなんかそのルキさんはもう声の安定感がえぐいぐらい出始めて、高い時代はやっぱ高いっていうのもあって、ちょっとこう、はい、ブレてる部分とかも、あそうですね、からあったりとか。いわゆる若い時代ですよね。そうですね、まあ、ボルテックスあたりからはもうかなりずっとうめえよなっていう。そこですよ、僕明確にじゃないですけど、リムかトキシックぐらいからルキさんの今のベースが作られたんじゃないかなぐらい。そうですね、なんか音が重くなり始めた時から。そうですね、そうですね。でしかもやっぱその2018年にあのアルバムを出して、それのフォーリングっていう表題曲が公開されて見た時に、衝撃に次ぐ衝撃みたいな。一曲本当にどんどん歌うまくなるなみたいな。なんか進化し続けてる。そうですよ、なんかバンドというか劣化が一切ない。バンドとしてもそうですけど、もう進化しかしない。なんか今後どうなっていっちゃうんだろうって常に目が離せないな。うん、じゃあ僕ですね、はい、ノーゴッド団長埼玉一のハイトンボイスと。団長も確か自分3位ダウマランキングで入れさせていただいてるんで、団長歌えば全てノーゴッドの曲になっちゃうんで。表現に当たるんですかね、なんか団長が歌うとすごい響くものがある。それもそうっすね、あと迫力っすよね、うん、まあウォークって曲が特にすごい好きなんですけど、はい、これはどっちかといえばその、まあ、全然バンドサウンドとしては激しいんですけど、爽やかな曲、初めて聴いた時になんかその上手いのもあるし、今まさにもっちゃんさんが言った伝わってくるもの、うん、そうですね。僕まさに多分10周年の時の曲で、歌詞がもうめちゃくちゃすげえ良くて、はいはい、今まで一緒に戦ってきた仲間たちはなんかその守るものの優劣が変わって形を変えていった、はい、まだこの世に何も残せてないんだけど道は続いてくっていう、はい、いやーいいっすね。ミスターヘブンっていうような曲みたいな、もうどこどこしててもうなんか曲を爽やかにかつ重く歌い上げる。でちょっと気持ち悪さを出せるんですよ団長。なるほど。曲の世界観に合わせて、もうこれはもうかっこいいなみたいな。一撃で好きになりました。